ルイ・モーリス・ブーテド・モンベルは、フランスの画家、イラストレーターである。挿絵画家として知られる。オルレアンで生まれた。父親のベンジャミン・ブーテデ・マンビルは、物理と科学の教授であったが、曽祖,祖父は有名な俳優、劇作家のジャック・マリ・ブーテド・モンベルであり、母方の祖父は、オペラ歌手、作曲家のアドルフ・ヌリであり、芸術的な環境の中で育った。父親が、パリの名門校。 微性シャルル・マーニュの教授となったので、パリで育った。美術学校の入学資格を得た後、肖像画家、版画家のルイアンディ・リドル・デールのスタジオで1年間、学んだ後、1870年に、パリのエコール・デ・ボザールに入学し、アレクサンドル・カバネルの教室で学んだ。不仏戦争に出生し、パリに戻った後、私立の美術学校、アカデミー・ジュリアンで学んだ。 1873年からサロンドパリに出展を始めた。この頃、自らの暗い色使いから脱却するために、カロリス・デューランの下でも学んだ。1876年に兄弟が暮らしていたアルジェリアに旅し、カビリア地方の強い光の中の風景が、スタイルに影響を与えた。しばらくボルジブ・アレリジに滞在し、その均衡な風景を描き、 その後コンスタンティーヌやチュニジアを旅した。アルジェリアには1878年、1880年にも旅した。1878年にサロンドパリで銅メダル、1880年に銀メダルを受賞した。1876年に父親の同僚の娘と結婚した。1879年に子供が生まれ家族の生活のために、 商業美術の世界に進み、子供向けの書籍や雑誌、ストリート、ニコラスの挿絵を描いた。イラストレーターとして人気になり、1895年に出版された児童向けのジャンヌ・ダルクの挿絵は、その代表作とされる。油絵の分野でも1885年の作品、L、アパテオスで泣かない、ウールトリオンフでロバート・マッケルを、 フランス芸術家協会の展覧会に出展し、審査員の高い評価を得たが、政治的な問題を扱っていたため出展を取り消された。フランス水彩画協会のメンバーとなり、肖像画を出展し、その後肖像画家としても人気を得た。息子のベルナール・ブーテド・モンベルは画家になり、ロジェ・ブーテド・モンベルは文筆家になった。ありがとうございます。